ウクライナ戦争がです、ね、ほぼ奇数が見えてきたということでロシアが勝つという前提でどのような影響が出てくるかということをです、ね、お話したいと思います、まあ、少し先ば,たばしった話になるかもしれませんで10月頃には NATO の装備あるいは弾薬の支援能力がほぼ滑をすると。 それから、ウクライナ側のお兵員についてもですね、もうすでにほぼ枯渇しかかっているわけですけれども、後と残された数万人のお、まあ、訓練の行き届いた、えー、予備部隊がですね、えー、損耗してしまうと、いよいよ、まあ、兵員もいなくなるということで、このお10月頃にはですね、一つの大きなあ戦,艦、えー、戦局の転換点が来るのではないかと。でウクライナが NATO の支援も受けられない自国の兵員の増員もできないという状況で、まあ、戦闘力をほぼ失ってしまうのではないかということが言われているわけですでもしそれがあ見通しが正しいとすればですね、えー、秋にはあウクライナ側の抗戦能力がなくなるということで今あまだ行使されている30万の予備隊も投入してですね 総兵力75万人、さらに今年に入ってからはです、ね、これを100万人にすでに増員をしさらにこれを今後、契約兵あるいは徴集兵を増強してです、ね、120万から150万にするという計画もロシア側は言っているわけで,です、ね、今後、さらにロシア軍の戦力というのは増強されていく。 えー、ますます格差は圧倒的に開いてい,るいくわけで、えー、そうなればですね、えー、場合によっては西部ウクライナ侵攻とか、えーまあえー、あるいは今、ベラルーシに展開中のロシア軍がですね約10万いるわけですがこれが南進をして、えー、ポーランド、ルーマニア国境を封鎖,封鎖をする、えー、その後、さらに警エ包囲体制を取るというようなこともですね まあ、ありりななないいいわけではないとということになります抵抗力がなくなればです、ね、相手方の軍が地上軍が侵攻してくればです、ね、もう那須がままにされるしかないというのが戦場の実態であってです、ね、そういう点で言えばもうウクライナ側は停戦交渉に応じざるを得ないという状況に追い込まれていくということになります。 でえーまあ、こういった状況を、えー、があ起こり得るとした場合です、ね、どういう影響があるかですけれども、えー、ウクライナ側をお、まあ、支援をしてきた欧米、NATO はです、ねまあ、敗者となるわけで、えー、そういうことになるとです、ねえー、特にアメリカの覇権のというものが相対的に衰えて そして一極覇権構造、これは、まあ、冷戦崩壊後、一時、歴史が終わったとかです、ね、あるいは新しい世界秩序が生まれて、アメリカの一極覇権の時代が来ると、これからはアメリカ型の民主主義や、あるいは自由経済体制、こういうものがです、ね、世界を席巻するんだというようなことも言われたんですけれども、そうではなくてです、ね、逆に卓越化に向かっていく。 いうようよになるると思われるわれけですで現在もブリックスといわれる、えーまあ、ブラジルを含めてですね中国ロシアインドそして南アフリカ、まあ、こういった国々がですね結束を強めていてでこのブリックスを中心としたグループにですね約世界の40か国が参加を希望していると。でブリックスはですね 現在、すでに世界人口の半分近くそして GDP についてはです、ね、約3分の1になっていて G7 を追い抜いている G7 は勝っては圧倒的優位にあったわけですけれどもしかし3割を切ってですで、ね、にブリックスとは力関係で特に経済力でも逆転をされている。 いう状況ですまた人口規模で見ても、ね、G7 は合わせても1割ぐらいしかいないんですけれどもそれに対してブリックスは約半数ということでやはり今後のこの労働力の供給あるいは軍事的能力の特にマンパワーについてはです、ね、ブリックス側が有利になっていくという状況が見通し見通されるわけです。 また移民問題とか少子高齢化という問題についてもですね日本も含めて欧米諸国は深刻な悩みを抱えているわけですでかろうじて少子化が止まっていて人口が増えている例えばアメリカもそうですけれどもそういう国でもですねいわゆる移民の流入特に不法移民が 何百万単位で流入してですねそれによってアメリカ国内での治安の悪化あるいは失業率の上昇とかですねまあ地域によって格差があるんですけれども特に民主党系の知事の州ではですねこういった問題が深刻化をしているわけですで。こういった中で,ですねアメリカ自体が今分断をされると いうことで来年の大統領選挙を控えているわけですけれども、えー、ますますその対立が深刻化していくであろうということが言われているわけですまた、ヨーロッパにおいてもです、ね、経済制裁の煽りを受けて特にノルド・スミールは爆破されたということでドイツなどは非常に厳しい経済状況エネルギー価格の高騰とか、まあ、物価高騰に悩まされているわけです。 こういった状況はです、ね、他のフランス、イギリス、イタリア等でも起こっていてです、ねえー、例えばあショルツ政権に対しての、えー、ドイツ国内での支持率というのはもう急落をしていますし、えー、どこの国でもです、ね、この移民の受け入れをこれ以上もう、えー、するなとでむしろお自国の国内のお治安とか経済の立て直しを求める声と。 というのがですね、ま,あ、高まっていいるるという状況にあるわけですまたこれまでウクライナに対して積極的に支援してきたです、ね、東欧の中の特にポーランドでもですねこの戦争にこれ以上関わることには反対だという意見がですね最新の世論調査ではもう既に過半数を超えているとで特に問題になっているのはですね、えー、数百万単位で 入ってきてきいるウクライナの難民なんですねドイツなどではまあ労働力として歓迎されているという面もあるんですけれども特にまだまだ貧困な旧東欧圏の諸国ではですねそれ以上に貧困なウクライナの難民が100万200万と国内に入ってきて定住をするということになればですねこれはその 経済的な負担というものがむしろ大きくてですね、えー、国民にとっても負担になっているまた治安状況にも悪影響を与えているということでですね、むしろ反発が強まっている、まあ、こういう状況になってきているわけですでアメリカ国内の政治状況もですね、来年大統領選挙を控えているわけですけれどもこのままウクライナ支援を続けるということをやっているとですね もうすでにバイデン政権は支持率は下がってはいるんですが今後もさらに続けると国内の物価高騰とかです、ね、治安の悪化こういう問題がさらに、えー、厳しさを加えてです、ね、で世論の支持が低下するという方向になっていくと予想されるわけです。でえー、民主党党ででもも共和党でもです、ね、ウクライナ支援を継続すべきだとという意見と 早期にも終戦停戦に持ち込むべきだという意見が対立をしていてですね必ずしも一枚岩ではないんですけれども民意を見るともうすでにですねウクライナ支援をこれ以上継続すべきではないという意見が過半数を占めるという状況になっていますまた現在のところ民主党に比べ共和党が優勢で共和党の中でもですね トランプ元前大統領がですね6割から7割の支持を受けているということで第二のデサントスを圧倒的に話していると順調にいけばですねおそらくトランプ大統領が復帰するという可能性が高いというふうにも言われているわけですしかしまあこれについても決して油断は許さなくって あらゆる方法で,です、ね、トランプ、えー、復帰を阻止しようという勢力もいますから、まあ、どうなるか分かりませんけれども今のところはまあそういう状況だとでトランプ候補もです、ね、またデサンティス候補もです、ねえー、ウクライナ戦争継続に対してはもうはっきりと否定的な姿勢を明示しています。 で現在のバイデン、えー、政権はもちろん、えー、支援継続ですけれども共和党でもですねペンス元副大統領などはですね、えー、支援継続の方向だということでアメリカ国内もまだまだ、まあ、世論が割れているしかし全体としてはですね国民全般も含め、えー、ウクライナ支援反対の方向に行っているということです。でえー、アメリカのこういったあ 国論の分裂そしてヨーロッパの疲弊ということを考えるとですねやはり欧米が相対的に力を失っていくとそして勝者となればですねロシアがそしてそれに支援をしてきたグローバルサウスといわれる国々ですね特に漁夫の利用を得た中国 そしてロシアと伝統的に強いつながりのあるインド、えーまあ、こういった国々とか、あるいは NATO の中でもです、ね、比較的、えー、この距離を取ってで、ロシアとも仲介役をやってきたトルコ、まあ、こういう国々がです、ね、新たなこの地域大国として、ますます存在感を高めていくであろうということが、まあ、予測されるわけです今日はこれで終わります。 どうもどうも。